日本を裏切ったあの大企業が大失敗、世界中の信用を失いました。アップルが iPhone の部品を日本製から韓国製に切り替えた末路はあまりに悲惨でした。ブランドの信用そのものが完全に失墜したんです。原因はあのフッ化水素。日本が世界最高峰の高純度フッ化水素を製造できる一方、韓国製の純度は悪い意味で桁違い。しかし2019年に日本が韓国向け輸出を制限した際、お隣さんはフッ化水素なんて国産化したから問題ないなどと言い張っていました。この嘘800を信じ込んだアップルは韓国に部品製造を委託、不良品続出で世界中から総バッシングを食らったんです。さらにはあのスターバックスも日本で得た経験を韓国に持ち込んだ結果、何もかもを盗まれて涙目で撤退する事態になりました。そしてこの大失敗が両者に消えない爪痕を残すことになったんです。というわけで今回は日本を裏切ったアップルとスターバックスがたどった悲惨な末路をご紹介します。それでは行ってみましょう。スマートフォンやパソコンに使われる液晶ディスプレイの製造に欠かせないフッ化水素、この重要な物質の品質において日本は長年世界をリードしてきました。その純度は9が12個並んだ 99.999999999%、 通称129と呼ばれる驚異的な水準に達しています。これほどの純度を実現するためには100年以上にわたる研究開発の努力が必要でした。まさに日本が長年にわたって磨き上げた最先端技術の一つと言ってよいでしょう。フッ化水素は不純物がほんの少し混ざっただけでも製品の品質に大きな影響を与えてしまいます。そのため製造にはわずかな不純物も許されないほどの高度な技術と豊富な経験が必要不可欠。129という世界最高レベルの純度は日本の技術者たちが積み重ねてきた試行錯誤と改良の賜物なんです。この技術は単なる数字の羅列ではなく、ものづくりへのこだわりが凝縮された結晶とも言えるでしょう。精密さえのこだわり、品質に妥協しない姿勢、そして長期的な視点での技術開発、これら一つ一つが日本の高純度フッ化水素技術を支える基盤となっています。そのため韓国は長らくフッ化水素の供給を日本からの輸入に依存してきました。低純度のものを含めたフッ化水素全体で見ても日本のシェア率は約4割で、高純度のものに限定するとなんと7割から9割に達していたんです。しかしこの状況に大きな変化が訪れます。きっかけとなったのは日本政府による輸出管理体制の強化でした。当時韓国に輸出された高純度フッ化水素がノースコリアや中国に横流しされているのではないかという疑惑が浮上、化学兵器や大量破壊兵器の製造に使われかねないと韓国への輸出管理を強化したんです。日本政府が高純度フッ化水素の輸出を厳しく制限したことで韓国の半導体業界には大きな影響が出ました。今ある在庫を使い切ったら半導体工場そのものが止まってしまう、そんなレベルにまで追い込まれたんです。そこで日本の輸出管理強化に対応するため韓国政府は約24億円という巨額の予算を投じて自国で高純度フッ化水素の製造を目指すことを決定しました。そして驚くべきことにたった半年後には韓国が 99.999999%、 通称79の高純度フッ化水素の開発に成功したと発表。さらにそれより純度は落ちるものの、ある企業は 99.999% 59の量産も始めたと宣言したんです。このニュースは世界中のエレクトロニクス業界に大きな衝撃を与えました。この発表を信じるなら日本が100年以上かけて築き上げた技術に韓国はたったの半年でほぼ追いついたということ、驚きの声が上がったのも当然でしょう。しかし同時に世界からは韓国の発表に対する疑問の目も向けられました。でもそんな視線はどこ吹く風、当時お隣さん政府や企業は韓国の技術力は世界一だ、日本よりも安く提供すると自信満々に宣言していました。そしてこの発言に興味を示したのがアップル社です。なんとアップル社はお隣さんの発言を真に受けて iPhone 11 Pro シリーズの有機 EL ディスプレイを日本製から韓国製に切り替えたんです。ディスプレイの製造に使われるのはもちろん韓国産のフッ化水素でした。なおアップルからの発注量は最盛期だと月当たり500万枚以上という膨大なもの。大手企業であるアップルの決断だけにその影響は非常に大きなものでした。韓国からすればまるで棚からぼた餅です。しかしこの話はそう簡単には終わりませんでした。韓国製の高純度フッ化水素は十分な検証や安全性が確保されていないまま工場で使用され、とんでもない事態を招いたんです。なんと韓国製のフッ化水素を使用したディスプレイに次々とトラブルが発生、アップルの信頼に大打撃を与えたんです。
画面にノイズや縦縞が発生するなどの使い物にならないレベルのトラブルが生じたため、最終的には数百万枚ものディスプレイを廃棄せざるを得なくなりました。ちなみにディスプレイはサムスンと LG の2社に発注されたんですが、2019年9月には LG の出荷量がほぼゼロだったことが韓国メディアの取材で発覚しています。検査によってほぼ全てのディスプレイが不良品と判定されて廃棄処分となり、LG は製品を出荷することすらできなかったんです。精密部品における技術の精度や信頼性がどれだけ重要かを再認識させられる出来事ですね。わずかな純度の違いが製品の品質や安全性に大きな影響を与えることを世界中が痛感したことでしょう。またこの事件は韓国の技術開発に対する不信感を呼び起こしました。韓国は目先の利益にとらわれた結果、基礎的な検証や安全性の確保が不十分だったのではないかと世界中から批判されています。技術開発には時間と経験が不可欠であり、それを省略することのリスクが今回の問題で明らかになりました。結局のところアップルはコスト削減を狙って韓国製品に乗り換えたものの、結果的に多額の費用と労力をかける羽目になったんです。スターバックスが日本での成功を基盤に世界中にその影響力を広げたことは非常に有名です。日本で得た経験が同社のグローバル展開に大きく寄与しています。スターバックスが日本市場に進出したのは1995年のこと。日本の雑貨飲食店経営企業サザビーとの合弁会社スターバックスコーヒージャパン株式会社を設立したことが始まりでした。翌年東京銀座に1号店を開店したところ、瞬く間に人気が爆発。当時の本社 CEO ハワード・シュルツ氏は日本で成功を収めた理由について、日本人の接客における質の高さやささやかな配慮に感銘を受けました。特に日本のおもてなしの心は私たちにとって理想的な目標となりましたと述べています。スターバックスの親しみやすく顧客を大切にする接客スタイルは日本のおもてなし精神と絶妙に調和し、単なるコーヒーショップ以上の体験を提供することに成功したんです。この新しいアプローチが消費者たちの心をがっちりとわしづかみにしました。スターバックス銀座店の開店当日、リボンカットを待ちわびる100人以上の行列ができたのを目の当たりにし、シュルツ氏は心から感動したといいます。この出来事を通じて顧客一人一人に最高の体験を提供することの重要性を再認識したそうです。そして2015年には日本で唯一店舗がなかった鳥取県にも進出し、国内の全都道府県で出店を達成。こうしてスターバックスは日本全国に根付くブランドとなりました。そんな日本での成功はスターバックスのグローバル戦略に多大な影響を与えました。日本で得た経験やノウハウを生かし世界中への店舗展開を一気に加速させたんです。スターバックスの成功に日本のおもてなし精神が大きく関わっていることは間違いありません。ハワード・シュルツ氏も、日本の文化やビジネス環境には非常に感銘を受けた。日本を語ると数日間話し続けられるほどだとその感謝の思いを強調しています。さらに日本での成功はスターバックスの商品開発にも大きな影響を与えました。例えば世界中で愛されている抹茶ティーラテは日本で誕生したものです。またバリスタのスキルを高めるためのコーヒーマスタープログラムも日本で始まった取り組みが基礎となっています。これらの成果はスターバックスが日本文化やその価値観を深く理解し自社のビジネスモデルに取り入れたからこそ生まれたものです。現地の文化を尊重しその中から学ぶという姿勢がスターバックスのグローバル展開を成功に導いたんです。しかしこの成功が後に韓国でのビジネスにおいて予想外の足かせとなることを誰も想像することはできませんでした。スターバックスは日本での成功を受け韓国市場にも進出を決定。アメリカ本社とお隣さんの新世界グループが共同でスターバックスコリアを設立し、ソウル市内に第1号店をオープンさせました。当初の業績は好調そのもので、特に若い女性たちの間で人気が爆発。おしゃれな空間として女子大生やカフェ好きの人々に愛され、売り上げも上々でした。しかしこの順調な滑り出しを背景に韓国側の経営陣はさらなるコスト削減と利益向上を狙い、独自の取り組みを進めます。まず製品コストを削減するためスターバックスで使用するストローを韓国製に切り替えました。ところがこの決定が大問題を引き起こします。なんとストローからガソリンのような異臭がするとの苦情が次々に寄せられたんです。調査の結果、ストローを製造していた韓国企業が製造工程でミスをしており、原料の配合を間違えていたことが原因だと判明しました。韓国側は慌ててこの問題に対応しストローの回収を決定します。しかし
この一件で発生した損失は大きく、スターバックスは収益改善のためにさらなる対策を迫られました。次なるコスト削減の一手はコーヒー豆の産地変更でした。これまで指定されていたコーヒー豆から韓国国内で調達した独自の豆に変更したんです。ところが豆が変われば当然コーヒーの味も変わってしまいます。そのため顧客からは以前の味と違う、もう来ないといった否定的な声が続出。スターバックスの評判は一気に悪化してしまったんです。この事態を打開するため韓国側の経営陣は謝罪キャンペーンを実施、オリジナルデザインのバッグを配布してブランドイメージの回復を図ろうとしました。しかしこのキャンペーンでも思わぬ問題が発生し、状況はさらに悪化してしまいます。なんと配布されたバッグからまたまた異臭がすると多くの苦情が寄せられたんです。その後の調査でバッグからは発がん性物質が検出されました。この一連の問題により韓国におけるスターバックスの評判は完全に失墜。アメリカの本社はこの事態を重く受け止め、信頼できる日本のような国とだけビジネスを続けると発表し、韓国市場からの撤退を決断したんです。韓国側の経営陣は利益を追求しただけ、運が悪かったなどと言い訳しましたが、アメリカ本社の決定を覆すことはできませんでした。今回の件で明らかになったのはビジネスにおける信頼の重要性です。スターバックスが日本で成功を収めたのは、おもてなし文化に根ざした細部へのこだわりがブランド価値を高めたからです。一方、お隣さんでの失敗は、韓国の経営陣が短期間の利益を優先し、品質や顧客満足を後回しにしたことが原因と考えられます。また、こうなった理由の一つに、韓国の新世界グループが株式の半分を保有していたという背景も関係しています。株主である同グループの無茶苦茶な経営方針を本社側が制御できなかったんです。現在もスターバックスの名前を使った店舗は韓国に残っていますが、これは米国本社が直接運営しているわけではなく、ブランド名のライセンス供与に過ぎません。つまり韓国のスターバックスは株主の権利を行使して勝手に看板を使用しているに過ぎないということです。スターバックス米国本社は今後は一切韓国市場に関わるつもりがないようです。それもそうですよね。韓国で営業を続ければ続けるほどスターバックスの名が地に落ちていくのは明白です。問題を引き起こした韓国側の経営陣はそのまま残り、アメリカ側のメンバーのみが撤退したため、お隣さんにおけるスターバックスの将来がどうなるかは容易に予想がつきます。韓国では海外から進出した企業が撤退後にそのブランドを模倣されるケースが後を絶ちません。日本のダイソーや丸亀製麺が撤退した後、そのノウハウを真似した店舗が次々と韓国に現れたのは有名な話です。丸亀製麺が撤退した直後、その場所には自家製麺丸と名乗るほとんど同じうどんを提供する店がすぐにオープンしました。さらに SNS を通じて丸亀製麺と関係があるかのような投稿が行われ、消費者に誤解を与えるようなアピールを展開したんです。まさに韓国のスターバックスと同じような目先の利益だけにとらわれた愚かな行動と言えますね。丸亀製麺やスターバックスの事例は日本と韓国の企業文化における違いを浮き彫りにしています。日本企業には長期的な視点に立ち、品質や顧客満足度を最優先に考える文化があります。それに対し韓国では短期間での利益追求に重きを置く傾向が強いんです。この文化の違いがスターバックスの両国における展開の成功と失敗を大きく左右したと言えるでしょう。また品質管理の重要性についても今回の出来事で再認識されました。ストローやバッグに関する問題は単なる製造上のミスにとどまらず、品質管理体制の欠陥を見事に証明しています。韓国での失敗はユーザーへの配慮を欠き、品質管理を軽視した結果起こったものなんです。短期的な利益を優先するあまり品質を犠牲にしてしまったことで、結局は信頼と利益の両方を失う羽目になってしまったんですね。韓国での悲惨な出来事はグローバル企業が海外で事業を展開する際の重要な教訓となっています。お隣さんに経営を任せるというのは大きなリスクが伴うということを世界が認識したんです。結果的に自国の首を絞めてしまっているわけですが、もう自業自得としか言いようがありませんよね。さて今回の出来事に対して国際社会からも多くの声が寄せられました。ここではその一部をご紹介します。アップルが日本製から韓国製に切り替えるって発表した時は本当にびっくりしたよ。品質に問題が出ないか心配してたけど案の定だったね。完全に選択ミスだと思う。スマホの製造に使う部品の供給元を変えるなんて大きな決断だよね。アップルには何かしらの深い理由があったんだろうけど、もしかしたら政治的な背景も絡んでるのかも。そうじゃなければわざわざ日本製をやめる理由なんて思いつかないな。
韓国が素材の国産化を進めていることは評価できるけど、急に切り替えるのはリスクが大きすぎるよ。品質問題が起きるのは目に見えてたし、普通に考えれば無理だってわかるはずなんだけどな。スターバックスが韓国で抱えた問題って、ブランドを現地に合わせるのと品質を維持することのバランスの難しさを表してるよね。やっぱりあの国でグローバル基準の品質を保つのは難しかったんだろうな。品質管理がしっかりしていないと企業の評判ってすぐに悪くなるよね。スターバックスは日本での成功を韓国に持ち込もうとしたけど、文化や民度が違いすぎて戸惑ったんだろうね。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、今更ながら日本と韓国の文化、価値観ってここまで違うんですね。アップルとスターバックスも良い教訓になったんじゃないでしょうか。同じアジアだからといって日本と同じような手法で大成功すると思ったのが大きな間違い。韓国と日本では人間性も考え方も正反対と言っていいほど異なっているんです。グローバル企業なのにこのことを知らなかった時点で、両者が大失敗したのは当然と言えるでしょう。今回の出来事で日本が持つ高い技術力や思いやりの精神がどれだけ大事か改めて感じさせられますね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。